体格に出たか。ああ、こういった区画と中央を交互に行き来する構造だ。まあそばかすくんの情報だ。一気に行くぞ。踊りなさい。よし、おーはー、行くわよ。終了、先に進もう。
大丈夫？you
私の番ね。俺の番だな。よし、はっ、ええ、行くわよ。くらいなさい。これが俺たちの力だ。みんなナイスファイト。いいわよ。あれって消火器？よし、うん、あれで一気に上まで行けるはずだよ。みんな気をつけて。耐えられるかしら。これで終わりよ。チャンスね。そこだ。今よ、もらった。では、どうしようかしら。ドライブ開始。行くぞ。アークス駆動。甘いわ。お返しよ。させない。ではそれ。行くわよ。くらいなさい。
みんな行くわよ。オッケー。了解だ。了解。よし。おーはー、レンの番ね。踊りなさい。行くわよ。エステルとなら当たり前さ。よし、やったぞ。当然ね。まだまだいけるわ。やったわ。掴んだ。
かし魔導区画か、本格稼働していなくて何よりだったみたいだね。ええ、もし稼働していたら倍以上の時間がかかったでしょうね。帝都方面からの霊視情報が送られたという集中端末か。ああ、2年前にはなかったが、その後に増設されたみたいだ。レンちゃん、お願いできる？ええ、任せてちょうだい。これでよし。キア、手伝ってちょうだい。いいよ。何すればいいの？メガネ君によれば、この集中端末は結社が使うアストラルコードで構築されたシステムを採用している。5次元化された強度の霊視暗号、解除には天文学的な時間を必要とするわ。でもあなたの水先案内があれば81の工程をスキップできるはずよ。ああ、なるほど。だったら時空間の外側をマトリクス化していく感じかな。それでいいわ。早速始めましょ。すごすぎるキッズたちね。というか5次元って何を？5次元って。アストラルコード、結社の人たちの通信に使われる技術か。ええ、それを黒石家の人間が応用して儀式のために利用したみたい。問題はどうして帝都からの情報をこの場に送らせたかだが。私が要請したのだよ、総督閣下と、とある筋にね。気配が。あんたたちは。そちらのあなたは TMP の。鉄道憲兵隊所属、クレア・リーベルトです。ロイド・バニングスさんに、エリー・マクダエルさん、エステル・ブライトさんに、ヨシュア・ブライトさんですね。人違いじゃない？この場で身分を肯定するのは避けさせてもらいますよ。はあ、別にそれは構わない。むしろよくこの場所に狙いをつけたと感心しているくらいだ。さすがはかの白面殿に仕込まれただけはあるようだね。アンデスって？まさかあなたは。結社の13工房に参画していた帝国に存在する知性の集団、結社を裏切り鉄血宰相と手を組んだ黒の工房の責任者ね。ご明察だ。かつて全三中の白面殿とはそれなりに懇意にさせてもらっていた。自律稼働型の小型戦術核のテスターになってもらう形でね。14年前のハーメル事件でも多少は役に立ってもらったものだが。どういうことだ？それって教授が帝国の主戦派をそそのかして起こしたっていう？どうやら隠された事情がいろいろとあったみたいね。ここにあるデータを解析したら少しはわかるということかしら。はあ、暗号を突破できたら遠慮なく覗いてみるといい。もっとも我々3人のカイナをかいくぐることができたらば。だが
3人まさか久しぶりですわね。私が予言したように随分あがいてるみたいですわね。ベル、マリア・ベルさん、ついにこの地に戻ってきたか。帝国政府と対立しているはずのあなたたちがどうしてここに。あら、聞いてないんですの？結社は鉄血どもと手を組みました。うん、軍門に下ったと言うべきかしら。あ、どういうこと？まさか帝都で起きていたことというのは。オズボーン閣下と結社の共闘のお披露目、その結果として始まった大いなる黄昏というわけだ。大いなる黄昏、ろくでもない想像しか浮かばなさそうな名前ね。そっか、やっぱりあの時の黒い波は司法の力は失ったとはいえ、キーヤさんには見えるんですね。さすがは黒い助の猛襲が生み出した元人造司法と言うべきでしょうか。ベル、あなた。ううん、別にいいよ。キーヤはその通りの存在だったし、ベルには感謝してるところもあるから。ロイドやエリーたちに出会わせてくれたこととか。キーヤ、キーヤちゃん。成長しましたわね。あなたはそれでいいでしょ。それにしてもまさかブライト家の方々もいるとは。特にナンバーフィフティーン、殲滅天使、一度お会いしたいと思ってましたよ。レンも会ってみたかったわ。教授の後を継いだというお姉さん。なるほど、教授以上に立ちが悪いわね、あなた。褒め言葉として受け取っておきましょう。ちょっとレン、こんな人と気が合わなくていいってば。どうやらここにある情報に特にこだわっていなさそうだが。だったら強引にでも持ち帰らせてもらうぞ。レンちゃん、キーヤちゃん、私たちに任せて続けてちょうだい。ならばこちらも見極めさせてもらおうか。あれは教授が使っていた戦術核の一種か。クロウサギという子も使っていた。それら全ての原点ともいえる機体だがね。ゾア・バロール、久々の稼働テストに付き合ってもらおう。牽制の娘に元執行者2名、名高き特務支援課の諸君も。じいさんの人形、改造して使い魔にしたのね。錬金術師にとってはこの上ない素材でしたから。あなたとは一味違う人形くり、とくとご覧になってくださいな。お二人とも戯れはその程度でお願いします。あの模様は最小直属鉄血の子供が一人、氷の乙女クレア・リーベルト、機密区画侵入の容疑であなた方全員を拘束します。来る、みんな気をつけて。戦術リンクオン。
何としても食い下がるぞ。せっかくだ、良いデータに期待しよう。それでは制圧を開始します。せいぜい楽しませてくださいね。じゃ
僕は迷わない。さすがのレンドですが、さすない。こんなのはどうかしら。行け、魚服の。気分どう？俺の番だな。今だ。もらった。魔導の力、それ。頑張って。さあ始めるわよ。聖なる女神の奇跡よ、力を貸してちょうだい。アリス、シャル、サヌ、さあ、お行きなさい。あたしの番ね。こんなのはどうかな。さあ終焉を見せてあげよう。滅びよ、ルセリオン・ウォーク。マイル、切り裂け。俺の番だな。おーはー、とっておきを見せてあげる。やーそりゃ、まだまだ。はあ、オーブ対極拳。私の番ね。クラキイカズチ、焼き尽くせ。お返しよ。僕が相手だ。切り裂け。よく取った。
だ。レイジングハンマー。よーし、行くぞ。ラーゼロブレイカー、今だ。もらった力を貸してちょうだい。アリス、シャル、サヌー、さあ追いきなさい。行くよ。そこだ。もらった。ほう、想定以上のようだ。ええ、行くわよ。食らいなさい。参る。レイジングハンマー、行くよ。魔導の力、よーし、はっ、はー、ステップより、マイル、ソル、錬金の火を見せてあげましょう。来てちょうだい。一緒に遊びましょう。お疲れ様と言うべきか。まさかダミー情報じゃないでしょうね。いいえ、この状況下でそれを仕掛ける余裕はないはず。どうやら知られても本気で構わないみたいだな。ああ、2週間前の程度で何があったのか、表と裏の真実の全てを。とうに終わったことだからね。君たちが全てを知ったところで今さらどうしようもないくらい。ダウンロードを完了しました。ダウンロードを完了しました。よし、ルートは確保済みだ。撤退しよう。レイ、キーヤちゃん。うん、はいはい、了解。また会えて嬉しいわ、ベル。でも最低よ、あなたは。ありがとう。私も自分でそう思うわ。愛しているわ、エリー。今度はまた近いうちにね。
思いもよらぬ面々と開口できたようだが、いろいろとドラマがあるようだね。まあそのあたりは立ち入らないでくださいね。特務支援課との関わりはあくまで私個人の事情、黄昏と総国についてはきちんと手伝わせてもらいますから。まあ数百年にわたる技術の盗っ人に手を貸すのは尺ですけれど。ホムンクルスの技術かね。君たちこそ人のことは言えまい。ゆりかごの技術の出どころはどこかね。地脈を使った英知の自己組織化などどこかで見た気がするのだが。あら。失礼。レクターさん。ええ、こちらは予定通りに。ギルド総本部と支援課関係者への各種対応はお願いします。氷の乙女ですか。なかなかそそる方ですわね。こらえきれぬ感情を危ういバランスで抑えているのがたまらないというか。いろいろとあったのだよ。もはや後戻りできないくらいに決定的かつ運命的な出来事が。ええ、そちらこそ気をつけて。プライベート用の動力メールずっとチェックしていませんでしたね。日付は2週間前。忙しくなりそうだから今のうちに送っておくね。デートで撮ったあの時の写真送るのを忘れてたから。あ、デートでミリアムちゃんとリーンさんがおとり捜査を手伝ってくれた時の、無事解決できたお礼に私がアイスをごちそうして。これがデートで起こった出来事の概要だっていうのか。信じられない。女の子を犠牲にして作られた剣、それを使って例のリンって人が暴走して聖獣を殺したって。そして始まってしまった大いなる黄昏。終末を導く不可視の呪いが帝国全土に振りまかれた。ハーメルの3人目の意地、まさかあの子が生きて。僕たちは気づけなかったっていうのか。この様子だと共和国との戦争にとどまらないでしょうね、この大陸を。世界の全てを飲み込んで食らい尽くすつもりかしら。でもティオにランディは絶対に無事だと思う。ティータにアガットっていうエステルたちの仲間も、それからこの七組って人たちも。キーアちゃん、そっか、因果が見えるんだったね。根拠は全然ないけどちょっとだけ安心できるわね。ああ、まだ何も終わっちゃいない。この様子だと開戦まで2ヶ月もないだろう。この呪いというのが本当なら。ええ、徴兵開始から
半年前後と見ていたけど、超常的な力が働くとしたら短期間で準備を整えるでしょう。私たちはギルド総本部、それとリベールにこの情報を伝える。ロイド君たちはどうする？こちらは共和国、それからレミフェリアにも伝えようと思う。ちょうど今そちらの方で動いている仲間たちがいるからな。風の牽制にいいんだっけ？お互い行方不明の仲間もいるし、とんでもなく忙しくなりそうね。うん、でも絶対に取り戻さなきゃ。お互いがお互いの光になっていけば、何倍にも何十倍にも強くなれるから。キア。え、そうね。お互いがお互いの光になる。ちょっとこっぱずかしいけど、なんとなくわかるかな。さすがキーヤちゃん、レンも成長したっていうか。ちょっとエステル、もう子供じゃないんだから。頑張ろうロイド君たち、それぞれの守るべきもののために、何よりも世界を終わらせないために。なあ、了解だ。帝国の彼らがどう動くかまだわからないが、それぞれの立場であがき抜いて光を見出していこう。ユーナ、起きなよ。ユーナさん、起きてください。ほう。昨日は遅かったのかい？ええ、遅くまでレシピ本を読んでいたみたいですね。
あれ、アルニ・クルト君、どうして？それに、その制服って。見事な寝ぼけっぷりだな。誰のためのレシピなのかが気になりますけど。ミュゼにアッシュも。あれ、どうしてアッシュが？まったく、さすがにたるんでいますわよ。そろそろ本領だ。気を引き締めるといい。本当のエイダ？フリッツ君も？あれ、ちょっと待って、どうしてここに？やれやれ、大丈夫かい？セドリック皇太子、どうしてあなたが？どうしてって、これは本格的みたいだな。クラスメートだからに決まっているじゃないか。忘れたのかい？本校と分校が統合されてクラス再編が行われたの。殿下やエイダさんたちは私たちの7組に編入。もう2週間前になりますね。新参者のくせに揃いも揃ってでかい面だがな。アッシュさん、私たちはともかく殿下に失礼でしょう。カリキュラムの進行もちょうど同じくらいでしたし。編入にあたっての混乱はほとんどなかったとは言えるな。お、そっか、そうだったっけ。あ、やだな、悪い夢でも見てたみたいな。はぁ、眠いね。皆さんおはようございます。え、誰だっけ。7組全員揃ってるな。今日のカリキュラムを発表するぞ。ごめんなさいね、まだ担任が決まっていなくて。私たちでなんとかフォローしますから、どうか頑張ってください。ええ、メアリー教官、マカロフ教官もどうかよろしくお願いします。ああ、それじゃあまずは情報処理の応用1だが。そっか、そうだよね、しばらく担任はいないんだっけ。っていけない、私もちゃんとしないと。それは心地よく、そして充実した日々だった。成績優秀な仲間たちに囲まれてついていくのがやっとだったけど、お互いに切磋琢磨しながら高め合い、共に過ごしていく学院生活。もちろん授業だけじゃない、部活だってプライベートだって、全力で楽しんで精一杯やっていく。何かが足りない気がするのは。
私たちを導いてくれた声。落ち着いているけど、どこか放っておけなくて。押し付けがましいところもあるけど、ちゃんと見守っていてくれて。そう年も離れていないのに私たちよりもはるか先に行って、うん、あれは誰だったんだろう。まずはクルト君ね。部屋にいるのかな。訪ねてみましょう。廊下の突き当たりです。ですね。
てた。ここが3階ですね。東方の掛け軸、それに臨居か。今のは夢？ああ、そうみたいだな。もしかしてクルト君も今のを？ああ、同じ夢を同時に見ていたとしか思えないな。それとアルティナも。思い出しました。私はあの暗い聖杯に運ばれて、教官やみんなを守ろうとして、それでミリアムさんが、暴走しちゃって
いくら呼びかけても教官には届かなくて。それでは始めるとしよう、ディーン。世界を絶望で染め上げる暗き終末のおとぎ話を。オズボーン宰相が最後に教官に語りかけて、あれからどうなったんだ。皆さん、目を覚ましたんですね。ふう、一安心だぜ。エマさん、それにランディ先輩も。わらわもおるぞ。ローゼリアさん、一体どうして。それにここはどこなんですか。ま、さすがに驚くわな。安心してください。ここは祖母のアトリエです。私の実家でもあるんですけど。実家って。目を覚ましたって。うん、そうみたい。あ、皆さん、よかった、目を覚ましたか。どうなるかと思ったけど。ああ、不幸中の幸いだろう。大丈夫って大丈夫なわけないわよね。無理もあるまい、あんなことがあったのだ。加えて2週間の昏睡だ。体力も落ちているだろう。2週間。とにかくまずは食事。スープだけでもいいから口に入れときなさい。俺もまだ混乱してるが、話はそれからだ。ええ、すぐに用意しますね。一体何がどうなってるんですか。それに実家にアトリエって、テントじゃないってこと。とりあえずオサとして挨拶をしておくか。ようこそ暗黒の森の狭間にあるヘクセンブリードが本拠地、隠れ里エリンへ。聖杯がほどけるか。通常空間への回帰、歪みが発生するわ。エマ！ええ、分かってる。
これは外への転移陣か。ええ、一旦祖母の元へ飛ばします。他の方々もお任せください。分かった、頼む。気をつけるがよい。了解です。ですが教官が。たく、仕方ないわね。セリーヌ待って。ちょっ、教官、とにかく脱出が先です。3人とも寄ってください。アルティナさんをしっかり抱えて。ミューゼって何それ。グリアノス、いや、姉さんの術。ええ、亡き使い魔の力が込められた脱出用の転移具だそうです。念のため持たせてくださったんですが、役に立ってしまいましたね。あなたは。ユーナさん、クルトさん、アルティナさんも残念ですがここでお別れです。君は。黄昏は始まり、全ての盤面を動かす必要が出てきました。皆さんと過ごせたこの数ヶ月は私にとっても宝物です。どうか健やかに。アッシュさんのことはお任せよ。ミューゼ、待ちなさいよ。ユーナ、ダメだ。空間が持ちません。こちらも転移します。おばあちゃん戻ったか。ならば精霊の道を。おい、大丈夫なのか。ダメじゃ、間に合わぬ。他の方々は箱で逃がします。どうかお気をつけて。
綺麗な花壇ですね。うん、春でもないのにいっぱいで、この青いラベンダー、前に教区長に頼まれたエリンの花だったか。
左手に湯気まで。
何かのモニュメント？ああ、変わった形をしているが。
なんかいろいろあるけど。不思議なお店ですね。魔女の里ならではの店みたいだな。
ここって宿酒場？そうみたいだな。隠れ里らしからぬというか。それにしても不思議な空をしているな。うん、まるでこの世の場所じゃないみたいな。魔女の隠れ里ですか。もう戻ってきたか。ロゼさん、ランディ先輩も。やれやれ、その様子じゃ気分転換もできてなさそうだな。97の連中も同じみてえだし。ま、無理ないかもしれんな。今から聞いた限り、鉄血や知性どもは圧倒的じゃ。それこそ世界を終わらせるくらい、たやすくやってのけるくらいに。それは。
おまけにバリマールとは別の鬼神が5体も出現。最後には鉄血が黒い鬼神に乗り込んだんだったか。ええ、あの黒い鬼神は別格とも言えるオーラでした。その場の全てを支配するような。うん、正直鳥肌が立ちっぱなしだった。なんだろう、他の鬼神もみんなすごいオーラだったんだけど。ふん、ま、鉄血が乗ってるだけでもヤバいのは当然なんだろうが。そういえば、それでは始めるとしよう、ディーン。世界を絶望で染め上げる暗き週末のおとぎ話を。どうして最初はあの時教官を呼び捨てにしてたのかな。前に帝都で話してた時はもっとよそよそしかったような。そういえば、へえ、そんなことがあったのかよ。で、ある？何か知っているのか。それはある。アルキチは情報局だったか。いろいろと知ってそうだな。前々からおかしいとは思っていた教官と宰相のやりとり、旧7組の皆さんの態度も、そして教官がシュバルサー家の養子であるという事実。確かにエリゼさんとは血はつながってないって聞いたけど。おいおい、まさか。ヴァンダール家の人間だから裏の事情もそれなりに聞いていてね。14年前の百日戦役の直前、当時軍にいたオズボーン准将の邸宅が何者かに襲撃されたことがあったらしい。下手人は聞いていないが、その時彼は家族を失ったそうだ。亡骸が発見されたという奥方と、結局発見されなかった子息の二人を。そう繋がんのかよ。ってクルト、鋭すぎやしねえか。教官に教わった勘の目です。一切の先入観を排し、そのものを見る。間違いないみたいだね。はい、2年前のコーマ城の時にその事実は明らかとなりました。私は海援校拘束の任務で偶然居合わせて知っただけですが、リーン教官も旧7の方々も相当衝撃を受けていたみたいでした。そうか。そりゃそうだろう。そんなことを聞かされたりしたら。そうか、だからこそ仲間と力を合わせて鉄血を止めようとしてたのか。ユーナさん。ユーナ、怒っているのか。実の親が誰であろうと、リーン教官はリーン教官の。怒ってるわよ、当たり前じゃないの。あー、もう本当にあの人は。それに先輩たちもいい加減頭にきたわ。ほら二人とも、先輩たちを連れてくるわよ。一言、十言くらい言わないと気が済まないんだから。ユーナさん、一体何を言うんだ。やれやれ、有望らしいっつうか。前向きさの塊みたいな娘じゃな。
んですね。あの、ユーナさん？話があると言ったが、どのような要件だ？その、心なしか僕たちに怒っているように見えるんだが。ええ、その通りです。そのユーナさん、よくわからないが、もう少し冷静に。クルト君たちは黙ってて。今しがた聞きました。リーン教官の実の父親について。あの鉄血宰相ギリアス・オーズボーン、その人だって。ああ、それは。そうか、知っちゃったんだね。だがユーナ、どうかリーンを悪く思わないでほしい。彼はずっと苦しんでいたわ。宰相のやり方と理不尽な要請に。ああ、兄に対する俺の葛藤よりもはるかに大きなものだっただろう。なのに決して折れず、自らのなすべきことを果たし続けた。ええ、北方戦役の時といい、不器用なくらいにね。分かっています。その皆さんほどじゃないですけど。でもこれは私たち新七組の方が分かると思うんです。あの人が、リーン教官が今この瞬間も苦しみ続けているって。それは、あの時私たちはこの目でずっと見届けていました。教官が真実、宰相たちを止めようと死力を絞り続けていたことを。でも力及ばず、私たちを助けようと身を挺してかばったのを。そうだったら。そんなあの人を守ろうとして、アルが立ち塞がって、ミリアムさんがさらに守ろうとして、犠牲になって剣になって、教官は怒りと悲しみに飲み込まれるように、世界の終わりの引き金を引いた。そして実のお父さんは教官にさらなる何かをさせようとしている。間違いなく今この瞬間もあの人はずっと自分を責めている。ミリアムさんを守れなかったって、取り返しのつかないことをしちゃったって。だったらそんな教官の胸ぐらを掴んで、でも違うだろ、そうじゃないよって何としても分からせてやる。それが皆さんにしかできない役目なんじゃないんですか。有望あなたたちがやらないのなら、教え子の自分たちが動くだけです。あの人には恩も借りもある。必ずや見つけて喝を入れてみせます。ヴァンダールとしてではなく、トールズ第二新七組として。教官は私のことを根気よく導いてくれました。自分で考えて自分で決めろって、それが私としてあることだって。だから私は今ここで決めます。みんな守ってみせると言ったミリアムさんの意思を継ぐことを。絶対に教官を取り戻して今までのお礼を伝えることを。やれやれ、参ったわね。いつの間にか追い抜かれてた気分かも。いや実際にそうなんだろう。先に目を覚ましていたのに、何かしようとあがくわけでもなく、やるべきことから目をそらして悲しみと虚無感にとらわれていた。ああもう恥ずかしいな、自分をどやしつけてやりたいよ。皆さん、そうだな、そうだった。みんな守ってみせるか。
ミリアムはそう言っていた。ならば我らもまたその魂を体現するだけのことだ。いつも誰かのためにあがき続けた不器用で大切な仲間のためにも。そしてあの日、彼やミリアムとやり遂げると誓った大方針、表においては戦争を食い止め、裏においては真実を見極める、その誓いを果たすためにも。クロウのこともあるね。記憶を取り戻してたっぽいし。ああ、それこそ殴りつけてでもこちら側に引き戻すべきだろう。そうだな。やるべきことはいくらでもあるね。例の新法も施行されたみたいだし。ええ、儀式以降咲き始めたという黒いプレロマソンも調べましょう。やれやれ、ほんとあんたたちと来たら。よかった、これで。でもこれからだよ。私たちは教官に加えてミュゼとアッシュにも会わなくちゃ。もちろん代理のみんなとも。ああ、そうだな。取り戻してみせます、全てを。それについてはぜひ私たちも協力させてちょうだい。礼を言う、お前たち。この上ないカツを入れてもらった。サンクス。この逆境においてこそ我ら7組の進化が問われよう。今こそ新旧の区別はなしだよ。ああ、同じ目的を共有する対等なる同士、同輩として互いの力を最大限に生かしながら一緒に乗り越えていこう。はい。第三飛行艦隊の索敵範囲を通過しました。よし、第二種警戒態勢に戻せ。おもかじいっぱい北北西に進路。イエス、コマンダー。練度も十分、各地の仕掛けも抜かりなくか。あなたたちが全てを仕切っていたら、あの内戦はどうなっていたかしら。まあ結果は変わっていまい。1年ほど伸びたやもしれぬが、総主宰が違っていたらと今でも思うことはあるがな。確かに。買いかぶりすぎですよ。こうして無事この間にいるのも皆さんの助けあってのことですし。それを全て取り計らったのがあなたであるのも確かでしょう。ええ、数万手先を見極める鉄血殿にも劣らぬ指して。あなただったら結社の使徒すら務まるかもしれないわね。噂の名士という方にはお目にかかってみたいですけど。ですが所詮私も黄昏を止められなかった身。アッシュさんが入手した特殊拳銃、あれを見逃したのは痛恨の極みです。あれが分岐点でした。もし目撃してさえいれば手の打ちようもあったのですけど。女神の巡り合わせ、いやそれこそが呪いか。ええ、因果律を狂わせる強制力。でもさすがね、
それを逆用する対抗策を組み立ててしまうなんて。最悪にして最低の策ですけれど、世界そのものを人質に取るような、教官たちに顔向けできないような。シュバルツァはともかく、7組の面々はどうしているやら。確か魔女殿の里に揃って落ち延びたのだったな。ええ、そうみたいね。クローニアッシュ君は別にして、最悪の結末を目の当たりにして立ち直れているかはわからないけど。大丈夫ですよ、きっと。ユーナさんにクルトさん、アルティナさんたちならばきっと傷ついた先輩方を奮い立たせて共に立ち上がり歩き始める。私が同じクラスで共に過ごしたのはそういう人たちですから。クソか、頼んでもねえっつうのに。こんなところにかくまわれなくても、てめえのケツくらいてめえで。エオ、ここにいたのか。なんだ、あんたらか。ふん、なんだとは何ですか。すっかり記憶を取り戻したみてえだな。そろそろ状況が動きそうだが、お前さんはどうするんだ。契約は切れ、奴らの駒として動く必要もなくなった。だったら青の乗り手としての役目を果たすだけだ。全てが終わるまでの短い間だがな。へえ、あなたは。ま、俺としてはむしろ好都合ってもんだ。じいさんの弔い合戦のリベンジのチャンスだからな。あんたをわざわざ楽しませるつもりはねえが。そりゃ残念だ。ま、気が向いたらぜひとも相手をしてくれよ。まっ、あの人は。あなたもあなたです。どうしてそんな。惚れさせちまったかいって。主大好きっ子だったか。いや、可能性があるとすれば。ありえませんから。まったく、公園といい、千機の娘といい、人のことをちょろいんだのなんだの。いや、その通りじゃん。それはともかく、彼のことは
結局どうするんですの？やつ自身の問題だ。ただまあ今の手たらくじゃ相手をする気にもなれねえな。お見事。君が来てくれて助かるよ。あんた、その調子でせいぜい彼の暴走を抑えるといい。いずれ始まる総国まで、まあそれほど待たせないだろう。じゃないわよ。誰があんたらの思惑通りに。しっかりしなさいよ。本当にあんたを待っている連中がどれだけいると思ってんのよ。そうでしょ、リーン・シュバルツァー。
trophies. Nice. Wait, is that the end of the first chapter? Ah, it can't be. I'm gonna call it night and I'm falling asleep.